ぞ。で、なんかさ、俺がさ、似てる声、顔、似てる顔の人っていっぱいいるじゃん。みんな見つけてくるじゃん。声似てる人いねえかな？声。ティーダ、もう、ティーダの人は、たまに本当に言われるわ。すっげえ似てるなって思う、俺も。わあはっ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 この、笑顔の練習のところ、俺でしょ？わあはっ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 てところ、クソ似てない？俺。クソ似てない？そこのモノマネできんの本当俺だけだからね。だけどね、黒崎いちごできねえんだよ。これなんでだろうな。多分俺意識してんだと思うんだよ。やべえ、うんこちゃんに似てきちまったっつって。やっぱプロだよね。黒崎いちごできないんだよ、俺。本当に。絶対意識してると思う。いちご全然できないの。え、できない。できないの。本当にできない。あ、はい、じゃあ笑顔の練習してみようか。ね、ティーダの笑顔の練習1時間耐久みたいな動画上がってないの？わっは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 ってところだけで1時間。帰れるのかな？どっちにしても寂しくなるな。ワッカは一小節しか言えない。俺は俺を許せねえ よ。私もそう思ってた。おアーロンさんの？あれ、あ、びっくりした。俺動かさなきゃと思っちゃった、今。自分で実況してる手になってた。あのさ、ん？自分で言うのも変だけど、召喚士とガードっていうのは、スピラの希望の光なんだよね。ほう。いろんな人が私たちに注目してる。だから、落ち込んでるところとか。このティダの顔見て、この。元気ないところとか。早く笑顔の練習しろ！笑顔の練習。ん？ほら。うん。あれ？なんだか変だぞこの練習。わーはーはーはーじゃなかったっけ？こっち違ったっけ？次、声出してみよう。来た。はい、やってみて。みんなで笑顔、俺たちも笑顔の練習しよう。ユーナに、スピラの希望に届け、加藤純一の笑顔。うん、あは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 あ、俺しかやってねえじゃねえかこいつ。これぐらいやらなきゃダメだわけよ。クソ似てないこれ俺に声。しかも俺の方がうめえし。これ深夜に俺が変な動画にツボってる時のみたいなさ。もしかしたら俺の記憶がなくなってるだけで、俺がザナルカンドを救っていたのかもしれないな。俺がおしっこしてる間、この笑顔の練習聞いててくれ。あ、ヤマトン先生かなこれ。あれ、あれヤマトン先生かこれ、違うよな。